こんにちは、亀くんです。いちご狩りに行きたいです。今回はいちごが好きな方、自宅でいちご狩りをしたい方、無限いちごを作りたい方、植物を植えたことがない方、園芸をとことん楽しみたい方、今回はご自宅でできるいちごの栽培をお教えします。私今までいちごが嫌いっていう方に会ったことがありません。それぐらい皆さんいちごが好きなはずです。そして最近ちょっと思うんですけど、スーパーに置いてあるいちご結構高くなりましたよね。いちご狩りもこのコロナで行けなくなりましたよね。そんなあなた、ご自宅で無限にいちごができるとしたらちょっと良くないですか？そんなことがこのカーメンくんガーデンチャンネルを聞いていればできてしまうんですね。また今回はそのいちごの植え方、管理の仕方とおすすめの種類、あと無限に増殖させる方法、こちらをお教えしたいと思います。では早速いきましょう。はい、ではやっていきましょう。いちごと一重に言っても一応ですね、性質が2種類あるんですね。はい、一つは一季なりのいちご、二つ目は四季なりのいちご。はい、これはどういうことかというと、まず1個目の一季なりのいちご、これはですね、年に1回しか、できない種類グループになります。で、四季なりいちごというのは名のごとく四季ですね、年間でつどつど取れるようないちごの種類になります。これだけ見ると一季なりより四季なりの方が断然いいんじゃないか思いでしょうが、一季なりのいちご、これはですね、基本的に一番美味しくて大きないちごができるグループになります。なので年に一度ですが、たくさんできてより美味しいいちごっていうのが楽しめるんですね。で、四季なりいちごは一季なりいちごよりも少し劣りますけど、つどつどちょこ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 取れるような種類のグループになります。なので私のおすすめというかご提案なんですけど、一季なりのいちごを作りたい方は家でよく今までですね、今もそうですけど、園芸ガーデニングをやられてる方はいきなりのいちごをおすすめします。これはですね、よく園芸をやられてる方っていうのは年間通したらいろんな植物に携わってお花が好きなはずです、お野菜が好きなはずです。なのでいちごが年に1回取れる楽しみっていうことで割り切って、またいちごが終わったら次の植物っていうことで年間結構忙しいと思うんですね。なので楽しみ方としたら、いきなりのいちごをその時に楽しめる方々はガーデニングをよくやられてる方、いきなりのいちごがいいかと思います。またガーデニングをあんまりやったことがないよっていう方は逆に四季なり性のいちごを育ってもらう、そうすることで年間通してちょこちょこそのいちごだけで楽しむことができるので、あんまりスペースがない方とか園芸初心者の方なんかは四季なりいちごで年間楽しむっていうことが可能になりますので、そちらのグループがおすすめかと思います。はい、で続いていきましょう。では植える場所ですね、何に植えるかです。基本的には鉢に植えるか、露地、地に植えるか、この2択になるかと思いますが、今回はですね、誰でも簡単にできるとか誰でもできるっていうことで鉢植えについて説明していきたいと思います。はい、いちごはですね、鉢プランターですね、いわゆる植木鉢で管理して収穫することが可能なんですね。なので極端な話ベランダでもできちゃいますので、だいたいどの方も当てはまる、作れることができるんじゃないかなと思います。で、いちごなんですけど、いちごの樹形どういう感じでなるかっていうのはご存知でしょうか？はい、いちごはですね、株でできます。で、株でできて、見たことあるかなっていう方も多いと思うんですけど、いちごの実がピヨーンって垂れるんですね。垂れてピッてできます。はい、いちご狩り行くとだいたい高めの台に乗っていちごがその上からピヨ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 って出てきてるやつをこうチョキチョキってして多分収穫すると思います。あんな感じですね、ピヨンって垂れます。垂れて実ができる植物になります。で、これいちごプランター栽培がいいのはこの垂れるじゃないですか。で、垂れると極端な話、何がネックかというと地面についてしまう、実が地面にペタッとついてしまう。こうなるとどうなるかっていうと腐るんですね。やっぱり下の土とくっついてる部分から腐っていきます。で、害虫もいちご大好きなので、いろいろ食べてしまいます。ということで地面に落ちてしまうっていうのをプランターであればこれ防ぐことができるんですね。さて、それはどういうことかというと、プランターの外に実を出してしまうっていうことがプランターであれば可能っていうことなんです。
ということで今回はですね、プランターで実際にイチゴの苗を植え付けてみましょう。はい、ということでここからは実演でやっていきたいと思います。一緒にやっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。じゃあ用意する道具ですね、材料を紹介したいと思います。まずは鉢ですね、植木鉢です。プランター、まあこれはですね、何でもいいと言っては語弊があるんですけど、特別形は選ばないんですが、おすすめがあります。一応ですね、いちごの苗自体はそんなにこう下にバンバン根っこを張る植物じゃないので、深型の鉢をそんな選ぶ必要がありません。基本的に覚えておいてほしいのが、美味しいいちごとかたくさんいちごを作りたければ一株について目安ですよ、目安、土が3リットルぐらいです。一株につき3リットル確保できれば十分な実ができます。これがですね、少なければ土の量が少ないほど実の量が少なくなりますということなので、3リットル1株っていうのを目安で選んでいただければいいかなと思います。じゃあ具体的に言うとですね、はい、例えばこういう植木鉢、プランターいろいろありますよね、こういう形のものあります。まあおなじみのこう長方形のものもあります。で、わからなければプラスチックのプランターはそこにここですね、リッター数っていうのが書いてあるんですよ。どの鉢もだいたい書いてありますね、何リットルこの鉢に入りますよっていうのが書いてあります。なんでプラスチック鉢で選ぶのがおすすめかなと思います。まあもちろん陶器鉢でもできますんでね、いいんですけど、初めての方でまあ大体どれぐらい植えたらいいか分かんないなと思ったら、まあ、リッター数見て、割ることの3ぐらいで株数決めてください。例えばこの長方形の65型60センチぐらいのやつですね、おなじみのやつ、これだとこれ容量数が12リッターって書いてあります。ということは3で割るとまあ4ぐらいだいたい入るわけなんですけど、まあ65型だったら3株で十分かなと思います。私は 1,2,3 点植えるだけで十分です。はい、これたくさん結構実ができます。で、こちらですね、こちら今日使おうかなと思って、これが5リッターですね。5リッターっていうことはまあ植えて2株っていうぐらいですかね、っていうぐらいの目安にしてください。で、まあおすすめは長方形がいいかなと思います。というのも、丸型でやられる場合はいちごの株があってこう実が出る感じになるので植えにくいんですね。一株植えたらここから出るんですけど、二株植えるとまあちょっと形が作りにくいっていうのかな、丸だったら一株植えるか三株ぐらいで植えたいじゃないですか、360度取れるように。なかなかいい鉢がサイズがないので、まあ割かしやられる方は長方形で前面にこう出るみたいな感じで作るというか植えるっていうのがおすすめです。あとはですね、中に敷く鉢底の石、こういう軽石があります。こういう石を、まあ、水はけが良くなるように底の部分ですね、少し敷いてあげます。これプラスチックのプランターで、このスノコっていうのが、これが入ってる商品があるんですね。この場合は入れなくて大丈夫です。土そのまま入れちゃって大丈夫です。鉢底石いりません。これ使う場合は鉢底石と鉢底石を入れるネットですねっていうのが、まあ、一応これ花心さんっていうメーカーさんで売ってます。三角コーナーネットみたいな、あんな感じでも大丈夫です。これ入れてそこに敷いて土入れるっていうことをすれば、植え替えの時に混ざらないっていうことでこれ使います。で、あと土ですね。土はまあこれはうちの毎度おなじみのおじさん培養土なんですけど、はい、お花用の培養土で大丈夫です。はい、いい土のいい培養土ですね、使ってください。とあとは肥料です。はい、これも毎度おなじみの元肥ですね。これはガーデン用ですけど、まあ、元肥専用っていうのが売ってあります。先に混ぜ込むような肥料、まあ、これを入れといてもらうと安心です。で、最後にイチゴの株ですね、苗です。はい、こちらを使います。これで植え込みできますんでやっていきましょう。はい、ということで実演開始していきます。まあ私の実演コーナーですね、あのゆるく楽しくやるのがテーマなんで、はい、ゆっくりやっていきましょう。はい、はい、じゃあプランターですね、この鉢を使います。これで2株植えるんですね。準備としたらこれに鉢底石をちょっと入れます。この鉢で結構鉢底石入れちゃうと土があんま入んなくなっちゃうんで、うん、この場合はね、うっすらと敷くぐらいでいいかなっていう気がします。結構分量が分かんないとかって、あの鉢底石ね、言うんですけど、あの大きいこういう鉢はわりかし入れちゃってもいいんだけど、浅い鉢はあんまり入れすぎると基本土がないと生育しないんで、折り込んでこう平らに
で、はい、こんな感じになります。で、ここで土を入れる。よし、はい、じゃあこれ切ります。今日は元日のシーンありますね。ある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 当たり前やん。ありますよ、はい、もう元日見ると思い出すっすよ、僕。思い出す、はい、今日もやるのかなっていう。癖になりそうよこれはね、カラメン君ガーデンチャンネルを見ないと分かんないですよね。そうですね、元日の正しい入れ方っていうか正しい入れ方あれ結構さ、みんななんか元日入れますって入れてるんだけど、はい、あれじゃダメだわ。あれじゃダメですかね。あれじゃダメあれはね、まあ三流だねどう怒られそうだお前が言うなって言われそうだ、まあ、一流はちゃんとした入れ方があるっていう、まあ、一流の入れ方を今から見せます、うん、はい、これ元日専用ですね、はいはい、これね、はいはい、まあ、肥料は、まあ、三流はこうやって入れるんですよね。そうですね、パラパラパラ入れますとか、はい、やってるんですけど、うん、一流は違うんです。一流は、はい、つまんだら、はい、これをやらないと一流になれないよ、これ。なんかだんだん上手くなってますね、そのかけ方、うん、プロか一流のかけ方はこれ、うん、これがマスターできるようになれば、まあ一流かな。しかもこれ肉焼くときも応用できますしね。ああ、もちろんもちろん、うん、あの塩コショウ振るときは塩コショウ振るときもこれ、ね、もうこれだよたまにサングラスかけてるからな俺は、うん、すごいすごいなこれ、うん、これ後ろのさ、うん、今度肥料作るときにかけ方って書いてあるのかなと思ってちゃんとそのそのかけ方だそうそうあの初心者の人見たらみんなこうやってやるんだと思ってみんなやっちゃうよね。どうします、数年後みんなそうやってあげてたら。やってたらね、日本の園芸は楽しくなるよ、はい、楽しくなる楽しくなる、めちゃくちゃ楽しくなる。それを目指してますはい、はい、ということで、はい、あの入れていきましょう。はい、はい、一応ちゃちゃちゃっと入れるんですね。まあ、大体ざっくり入れて、はい、イチゴのポットですね。ポットでまあ合わせてみる感じですね。まあ、どの植物植えるときもそうなんですけど、抜いちゃう前に一回ポットでこの最終的な面合わせっていうのかな、うん、をやっていただくといいかなと思います。で、この面もいっぱいいっぱいこれ土入れちゃうと水あげたときに土が絶対こぼれるんで、やっぱ2センチぐらい、2、3センチ上の隙間開けるようにちょっと余裕持って、余裕持って、そうですね、やってもらうっていう感じですね。はい、合わせていきます。はい、いいでしょう。はい、いちごの苗植え付けのポイントがあります。これですね、確実に覚えてください。さっき言いました、実がこうやってこう出てきてつくわけなんですけど、これですね、このいちごの株で実がつく向きがあるんですよ。どの向きからでも出るわけではなくて、ある一方からしか出ません。なので気をつけないと、向きを例えば適当に植えてこう植えたとしましょう。で、実がつく向きがもし内側同士だったらどうなるかというと、内側に入ってきます。外に出てほしいのに内側に入っちゃう。これ全然ダメですね。内側に入ったらもちろん土にもついてしまうし、お互いの実同士がくっついて、あの環境が悪くなって虫が発生することになりかねないので、実は外に出したいじゃないですかね。で、外に出すって言ってもこれせっかくこの柄があるのに、一方はこっちに出て一方はこっちに出たらかっこ悪いじゃない。どうせならこの前に全部二株とも出したいですよね。はい、ということで向きの方があるので覚えてください。いちごの株ですね、これよく見てもらうとピョッと出てます。これですね、重要な意味を持ってます。ただ葉っぱが出た茎が枯れてるものではありません。これですね、実はこの後後半戦にご説明するイチゴの無限増殖っていうことをやるんですけど、無限増殖をやるときにポイントになるこのピヨピヨです。はい、これは何かというと、イチゴはこのこれ親ですね、お母さん、お母さんから子供がピューってきてピョッと生まれるんですよ。はい、こういう生まれ方します。
はい、でこのことをランナーって言うんですけど、ランナーが伸びてピッて生まれるみたいな感じで言うんですけど、まあ私的に言うと分かりやすく言うとへその緒みたいな感じです。お母さんから出るへその緒から子供ができるみたいな、で栄養分を渡してる重要なものになるんですけど、このランナーですね、へその緒が出てる逆側です。へその緒の逆側に実ができます。なのでこのへその緒を後ろですね、出したいところの後ろ側にしてあげて植えるっていうのがポイントです。なのでこの場合ですと分かりますよね、へその緒がこう出てますは後ろですね、ここにへその緒、こっちに実ができるという感じで調節してください。これ確実にあります。へその緒はへその緒を後ろにして2つこういう向きで植えたいかなと思います。でもう1個ですね、いちごの注意点です。植える時の注意点、まあ簡単なんでね、へその緒向きと植える深さです。これ結構ポイントになりますね、覚えてください。植える深さがですね、ちょっと分かりやすいようにちょっと出しますね。はい、いちごを植える深さ、まあ、ちょうどこれちゃんとこう植わってます。でここですね、はい、こことんがりになってますね、とんがりコーンになってます。これですね、クラウンっていう場所なんですけど、まあ王様のいわゆる王冠です。はい、でこの王冠をですねかぶして植えちゃうとこれ生育できませんので、クラウンを少し出す、クラウンの頭を出して植えてあげるっていうのがポイントです。あんまり浅すぎてこう出しすぎてもダメだし、深くて埋めちゃってもダメです、まあ、中間になるぐらい、このぐらいの深さでクラウン頭を出して植えてあげる、これがポイントになります。まあこれだけです。はい、っていう形でちょっと植えてみましょう。覚えること2つですね。じゃあ覚えることはそうですね、へその緒の向きとクラウンの深さ、あと元日のかけ方、あ、3つこれ一番重要だから、それ一番重要だっていう形でやってみましょう。でここ中心に植えるとどうしても実がこういうところに垂れる可能性があるので、ちょっと前進です。わかりますね、実はこっちに垂らしたいので、プランターの普通のお花は中心に植えると思うんですけど、ちょっと前進です。実を出したい方の前進、はい、してもらって植え付けてもらうと綺麗に実が前に発生します。根っこが回ってたらちょっとほぐしてあげます。はい、ちょっと前進ですね、はい、へそのが後ろです。はい、はい、ちょっと崩しながらへそのが後ろです。はい、なんか基本的に何でもほぐしますよね、入れる前って。やっぱり時期にもよりますね。ああ、うん、あんまり真夏とか真冬っていうのは、うん、まあ植物にもよるんですけど、結構ダメージがある場合があるんで、はい、春と秋はだいたいまあほぐして植えても大丈夫です。うん、うん、まあだけどね、ものによっては根っこをほぐされると嫌がる植物もおるんで、そう、まあ、その辺がちょっと面倒くさいっていうか分かりにくいっていう感じなんだけど、まあ、そういう植物は結構まれなんで、つどつど覚える方がいいかなっていう気はします。うん、うん、だいたい1年草とかっていうのは時期、いわゆる植える時期ぐらいだったら、まあ、崩して植えてもよっぽどそんなに問題はないと思うんですけど、まあ、お野菜だとやっぱね、崩すとダメとか移植を嫌うとかっていうやっぱあるんで、つどつどですね、その辺はね。まあ、でも大体さっきみたいに根が回ってる、あんまりにも回ってる状態だったら軽く保護してあげた方がいいかなっていう気がします。まあ、でも 100% ではないんでね、うん、はい、はい、完了です。簡単じゃないですか。めちゃめちゃ簡単ですね。はい、これでお水をたっぷりとあげたいと思います。うんうん、あ、そういえばこの前のレモンもそうだったんですけど、皆さんが好きな果物、まあ、今回イチゴなんですけど、フルーツ類がありましたらこのチャンネルで取り上げていきたいなと思うので、よろしければチャンネル登録とコメントの方で何が入れてほしいよみたいな、何の特集やってほしいよみたいなものを入れていただくと参考にさせてまたやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあお水かけます。まあ、お水やりはたっぷりですね。たっぷりっていうのは水が下から出るぐらい、うん、たっぷりかけてあげるということが大事です。ほらほら出てきました。うんうん、水がこうやってたっぷり出るぐらいかけてくださいね。よいしょ、はい、でこれ植えました。で、まあ、ちょっとねこのプランターの形状にもよるんですけど、まあ、このプランターだとこの下がですね平行です。平行じゃないですか。だとこういう平行の場所にまた置くとここ密封されちゃいますよね。でこれ
植木鉢下に絶対穴が開いてるんで、下からこう空気を入れてあげることで根っこ、生えてる根っこに酸素をですね入れるっていう役割をするんで、こういうねピタッとくっついちゃってるような感じの鉢はレンガでもいいので敷いて少し上げるっていうのがおすすめです。案外このままやって水ダーダーやると中でですね水が乾かなくて腐るみたいなケースになるので、ドロップランターもそうですけどね、ちょっと上げてあげるとかっていうのが、まあ、私はいいかなと思います。でこれは基本的にプランター、普通のプランターの植え方で、おすすめがあります。おすすめはですね、こういうハンギングするものであったり、これ壁ですね、壁にこうかけるタイプのプランター、植木鉢っていうのもあるんですね。まあこれがいいのはやっぱりイチゴがこう垂れるんで、基本的にこう吸った状態で垂れて取れるみたいっていうのがメリットがあるんで、もしよければこの上の方に影壁でかけてもらったり吊るしてもらったりっていうことにすると、イチゴは結構上の空間ですね、上の空間も利用して栽培することが可能っていうことで、こういうハンギング使ってもいいかなと思います。まあなんですけど、このハンギングって結構ですね、土入れて水かけたりすると重さが出るんで、これ自体結構ちゃんとかけるところですね、しっかりと固定できるようなところとか折れないようなところにかけていただくのがポイントです。で私のおすすめはじゃーん、かわいいやつ、かわいいこれつどつど出てきますけど、はい、不織布の、布でできた鉢ですね。これめっちゃ良くて、あのうちもやってるんだけど、これだいたい 3.8 リットル入るんですね、一株植えみたいな感じなんですけど、このね鉢がいいのはこれですよ、これこれがついてるんで、うちはこれをね壁にこっち側引っ掛けて、あこっち側垂らして、ハンギングみたいな感じってことですか。そうそうそう、こういう感じでハンギングでもできるし、まあなんならここに通しちゃって、うんうん、棒をこのまま置いとくことができる。あとベランダとかさ、うんうん、マンションとか、まあ、例えばベランダマンションってこう壁があるじゃない、で日当たりが悪いみたいな感じに置いとくとなると思ったら、洗濯干す棒あるじゃんわかりますあれにかけとけばいいじゃん洗濯物と一緒にいちごほほかけとく、あの人いちご干してるよって思われません。そう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 、でちゃんとこれこうやってやっとくと、うん、いちごここできるじゃない、うん、ね、洗濯物干してさいちご食べれたらいいじゃない、なんか洗濯物ってやっぱ結構苦痛じゃん、あのね、苦痛ですよね、女性の方いつもそう思いますから、めんどくさいじゃん、あ大変だと思います、うちの嫁も見てて。ご褒美、洗濯しながら食べれる、そうこれはもうあのお母さん主婦のご褒美主婦じゃなくてもいいけどご褒美でこう吊るしとくと、うん、こうやってかけとけば。でも結構これおしゃれで好きですよ、ハンギングはね、はい、ハンギングでいちごこれだったらで1個植えたったらできるじゃない、うんうん、で多分あの高層マンションの人とかおるじゃん、うん、あのやたら高いところに住む人、高いところ、はい、そう住む人が多分こう優越感でこうやって 見るじゃない、うん、見た時にああみたいなイチゴ干してるじゃんみたいなあの家イチゴあんじゃんみたいな勝ちみたいな高層マンションの人をどぎもを抜かせるためにはやっぱねこれが干してないと。確かにベランダにイチゴあったらおってなりますね。なるえっ、ー、と思うよね、うん、いいじゃん、あの人干しながら食ってるやんどういいみたいな、うん、まあそれをやってほしいです、ね、面白いですね、面白いよそうっていう感じで、まあ、このこういう鉢取っ手付きの鉢使えば、まあ、そういうハンギングも楽しめちゃうっていうので、うんうん、まあ、結構おすすめです。はい、やってみてください。はい、はい、ということで、まあ、イチゴの苗植え付け終わりました。まあ、管理の方はまたちょっと後説明したいと思います。まあ、ここから先は無限増殖ですね。はい、繁殖の仕方をご説明したいと思います。はい、ちょっとその前にちょっと余談ですね、軽く。はい、お願いします。なんとか放題ってあるじゃないですか、いちご食べ放題とか焼肉食べ放題とか。焼肉食べ放題、いちご狩りなんかまさにそうで、いちご取り放題食べ放題なんていうとみんな頑張っちゃうじゃん。まあいっぱい食べようってなりますよね、なんか元を取ろうみたいな感じで、はい、食べちゃうじゃんやっぱ、はい、で
最終的にどうなったかというと、はい、気持ち悪くなったみたいなケースが多いで、これ良かったのか悪かったのか分かんないみたいな。いちご食べすぎて、まあ3ヶ月いちごいらんわみたいな。あるあるですね。あるあるでしょ、はい、そう。なんだけど、なんとか放題ってさ、すごく魅力的にこう多分本能をかきたたさられるんだよね、多分。そうですね、お得感は感じますね。そう、元取ってやろうみたいな。うん、で、そう、うちのお店もなんとか放題っていう、まあ、イベントっていうか、まあ、販売の仕方で、はい、ちょっと面白かったのが、はい、牛糞の詰め放題ってやつを年に何回かやるとね牛糞の詰め放題これ多分あんまやってるところないと思うんだけど、はい、駐車場にブルーシートバーって貼って、はい、牛糞をドバーってトラック一社ぶちまけるんだよね、はい、で袋に、はい、どんだけ詰めてもいくらみたいな感じのイベントを、まあ、不定期にやるんだけど、そうで牛糞の詰め放題にも笑ったんだけど、はい、駐車場に牛糞ばらまくかみたいなしかもどでけえトラックでねで、やっぱみんななんとか放題なもんで、はい、燃えるじゃない、うん、で牛糞詰め放題で牛糞いやめっちゃウケてるすいません牛糞安いのね、はい、いちご狩りだったらなんか3000円とか4000円とか、うん、まあね結構高いから頑張るって気持ちわかるんだけど、牛糞詰め放題だから多分200円とか300円、300円か200円ぐらいか、はい、で詰めたら安いじゃん、うん、安くても頑張るんだよな人ってね。あ安くてももっと安く手に入れたろみたいな本能すごいんだよねあれで。俺冷静にこうやって見てるじゃんこうやって、はい、あー詰め放題みんなやってんなみたいなでみんな頑張ってこれドンドンドンってやるじゃんやっぱ、はい、こうやって押して、はい、ドンドンドンってやるじゃん。あれ本当にね、人間のね面白いところはね、はい、もうすごいよ。おばちゃんがさ、はい、ちょっと恰幅がいいおばちゃんがさ、こうやってやっててさ、うん、ドン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 、あどんどんやってるなおばちゃんと見てたらさ、うん、でまた入れるじゃない。はい、でドンドンドン、何やったと思うこの次？ドン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 。手で取った。は？手で掴み取っちゃったみたいな。違う違う。ドン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 ってやった後に、はいはい、2ドロップドンドンドンって牛糞に2ドロップ全体重をドーンってかけてもう一回やってドーンってやって俺ねプロレス大好きだからさ、はい、感染だよねおっとまた行くよドーンふかふかだった牛糞がさカッチカチになってさ、はい、こうやってね200円で俺そこまでできるねエンターテインメントが見れて俺はね良かったなと思う、うん、いやなんか牛糞だから、まあ、手で取ったってだけでも結構強烈かなと思ったんですけど、まさかの膝っていう膝ダブル2だよ。しかも片方じゃなくてダブルでブンって牛糞びっくりみたいなせっかくふかふかのなのにみたいな、うん、カッチカチの圧縮牛糞ができて持って帰りましたその人はまあ毎回そういう人いますね、うん、それぐらいちょっとねなんとか放題ってやってる側は一生懸命なんだけど、うん、第三者が見てるとものすごい面白いっていうことでまたやろうかなみたいな冬にニードロップに自信がある方ぜひ来てください私こうやって見てます、はい、これはい、ということで後半戦いきましょう。はい、はいはい、ということで後半戦です。無限増殖っていう話で、はい、先ほどへその緒が出て子供ができるって言ったじゃないですか。はい、ということで今回ですね親の株、もうへその緒から子供が出ちゃってる株ちょっとお見せしたいなと思います。ドーン出ました。結構すごい。これですね、見てください。これ放置されてた、春に植えてそのまま放置されてたやつ、これ全部子供です。このように株からさっき出たねランナー、へその緒ですね、へその緒からビヨーってきて、ほら子供がもう出てちゃってますね。この子供を今度は育てて、これを親にする。今度はこの子供を根付かせて増やし大きくさせて親にする。でこの株からまた実を取るっていうことをするんですね。じゃあなぜこれが必要かというと、この親の株ですね、こう大きく立派になったじゃないですか。でこれだとまた来年もたくさん取れると思われがちなんですが、いちごっていうのはだん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 収量が落ちてくるんですね。株は大きくなってもできる実の数は少なくなってくる。いわゆる新しい子供、新しくなる親の方が
栄養分をたくさんこう出せるっていう株になっていくんですね。なんで親株っていうのは基本的にどんどん更新してあげた方が実が、今度はこの子株からたくさん実が出て、またそこから出るランナー、へその緒から出た子供が次の親になってっていうのをどんどん繰り返してあげるっていうのが一番たくさん実を取る方法なんですね。この株、親株はですね、基本的に1年間だけで役目終わっちゃう株なんです。そう、まあ、もしもったいなくて、まあ、取っときたいっていう方がいたら、それはそれで大丈夫です。別に死なないし、株も大きくなってくるんですけど、その代わり数が取れません。出てくる実はかなり少なくなりますので、そこだけは覚えておいてください。ということで、この子供を増やすタイミングなんですけど、これはですね、実際今放置されてるんでこういう状態で出てきてるんですけど、イチゴの先ほど言った一季なり性とか四季なり性で一番いい時期っていうのは春なんですね。実ができるっていう時期、春の5月6月、まあ、4月5月6月ここが一番おいしい実ができる時期なんですね。この時期までに出てくる子供ランナーは、取っちゃった方がいいです。子供を取る時期はその実が終わってからですね、春の実を収穫して終わってから出る子供、これを大きくしてあげる、ここがポイントです。なので先ほど植えたこれですね、ここからまたランナー出てくるかもしれませんが、実を取るまではランナーは出てきても切っちゃってください。そうしないと子供に今度は栄養分を取られて、春にたくさん出るはずの実が栄養がこっちに持ってかれちゃう可能性があります。あくまで実を取ってからランナー子供を増やしてあげる、はい、これがタイミングです。じゃあどういう風にこの子供を育てるかなんですけど、簡単です。はい、このようなですねビニールポット、この状態で販売もありますし、もしこういうですねさっき植えた残りですねビニールポットあれば取っておいてください。これまた使えます。でこのポットですね、ポットに先ほどの培養土ですね、培養土をそのまま入れてもらって、はい、このようにね、はい、これ子供ですね、子供がいます。で子供のこっから根が出るんですね。このクラウン、さっき言った王冠のここの根元からこう根が出るわけなんで、ここを土に当たるように置く、これだけで根が出てきます。これさっき言ったみたいに王冠まで植えてしまうと今度生育しませんので、あくまで出した状態、まあ、置くぐらいの状態で大丈夕です。で水をあげていくという感じなんですが、これこのまま置いとくとなっちゃいますよね、倒れちゃいます。こういう風に確実に、なのでここをこのへその緒を止めてあげる、ここでっていう作業が必要になります。じゃあ何で止めるかっていうと、まあ、これ実際です、何でもいいです。女性の方だったらペアピンの U の字の U ピンみたいなやつがあるんですけど、それをまあ刺してもらってもいいですし、なければこのビニ体、これも応用で使えますんで、これをまあ U の字にしてあげちゃって、こういう感じですね、はい、U の字にしてこの根元に差し込んであげる、これで止めることができます。でこのままお水をかけ続けてもらうと、ここから根っこが出てきて、この株が今度は根っこを張ってどんどん大きくなります。で大きくなったら今度はまたこうプランターの方によいしょ移植してあげるっていうことで、株の更新ですね、新しい親にこちらの子供がなっていく、でここから今度は実を来年取るっていう作業に入ります。でこのへその緒の切るタイミングなんですけど、しっかりとここの株が大きくなるまでは切らない方がいいです。というのもここはですね、さっき言ったへその緒で栄養分を親からもらってる大事な管になります。でこの管があれば、極端な話ここに水がなくてもこっちの親が常に供給してくれるんで、すごい役割を果たしてくれるんですね。ここ切っちゃうとこいつが自立していかなくてはいけないっていうと、刺し目の状態になります。そうすると発根率っていうのがやっぱ少なくなってきちゃうし、水が乾いたらアウトなんですね。なのでそれを防ぐためにへその緒は残してあげて、この株が充実して新しい芽もたくさん出てきてと思ったタイミングで切り離すと。で切る場所はさっき言ったこのへその緒が分かんないと向きが分かんなくなるので、へその緒はなるべく残した状態で切ってあげると。根元で切りすぎると分かんなくなっちゃうんでね、へその緒が見える状態で切り戻して植え付けてもらう。はい、これで更新の方が完了します。まあ大体来年の6月ぐらいとかからこの無限増殖に入ればいいかなという感じで思っております。簡単なんでね、どんどん子供出ますんで、やってみてください。
はい、ということで管理の仕方なんですけど、いちごは基本的に日向、日光に当てた方が確実に実ができますんで、日当たりはいいとこで管理してください。で、これですね、先ほど言いました3リットルに1株なんですけど、これを例えば密植しても基本的には実ができるんですが、その分だけ実は小さくなります。そこだけ覚悟していただければ、逆にたくさん実をつけることはできます。たくさん植えちゃってね、できるんだけど実は大きくなりませんよっていうところです。あと古い葉っぱですね、葉っぱだんだんと葉っぱが傷んできます。で、こういう風に黄色くなってきたり枯れてくるような葉っぱは葉っぱの元で揺すってあげればすぐ取れます。なのでもう汚い葉っぱはどんどん取ってきましょう。で、新しい葉っぱが残っていれば生育は全然大丈夫です。だいたい目安としたら6枚ぐらい葉っぱが残っていればよっぽどちゃんとした実ができますんで、6枚を残してあとは取っていっても全然大丈夫なんで、古い葉っぱは取りましょう。はい、で最後に栄養ですね。肥料の方は先ほど元肥入れたるんで、4、5ヶ月は大丈夫なんですけど、 春ですね、春先2月3月ぐらいには後から撒くタイプのお花の肥料でも大丈夫なので、あげていただくとより実がたくさんつきますんで、追肥の方もやっていただくと実がたくさん取れます。はい、でおすすめの品種だけざざっと紹介したいなと思います。これですね、露地植えですね、いわゆる畑とか、花壇とかで作りたい方は昔からある品種ですね、方向早生っていう品種があります。この品種はかなり露地で強いんでたくさんできます。露地植え、花壇とか畑なんかは方向早生、これがおすすめですね。で、あとわりかし最近やっぱり人気があるのが紅ほっぺですね。はい、この品種も作りやすくて味がすごく美味しいので、まあ、初心者の方紅ほっぺ結構おすすめです。で、四季なりですね、いわゆるずっとなるような種類は、最近いろんなメーカーさんから出てきています。種類がですね、まあ、ちょっと今うちにここしかなかったんですけど、結構たくさんあります。で、観賞が結構ねできるような、ほら見てください、ピンクのお花とかね、これ赤い花が咲きます。基本的にイチゴは白いお花なんですけど、こういう風に赤い花とピンクの花が楽しめたり、実もですね最近大きい品種もあるみたいなので、各メーカーさん出してくれてますんで、四季なり製のイチゴ、こちらも園芸初心者の方ですね、なんかは楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の亀井くんガーデンチャンネルはイチゴ取り放題無限増殖編をお届けしました。よかったかなと思う方、ぜひともグッドボタンお願いします。そうだ、さっき言い忘れました、おばちゃんのニードロップがいいかなと思う方もグッドボタン押しておいてくださいね。またやってくれると思います、押してくれれば。面白いねニードロップ、はい、コメントもたくさんお待ちしております。あ、受けたよと思ったらコメントください。はい、いちごの、まあ、ご自宅での、まあ、調理方法とか食べ方なんかも、コメントいただけると参考にさせていただきます。あなたのお庭でもベランダでもいちご取り放題無限増殖してしまいましょう。ではまた次回、バイバイ。